こんばんは。3月31日年度末最終日にワインセールをやってまして、今日1日で1万8000歩歩いていた下町のワイン番長 This is もね、福士です。いやね、こういうワインとかね、在庫ビジネスっていうのやつら決算セールとかね、つきものですけども、3月末っていうのはね、決算月の取引先さん、インポーターさんがすごい多いので、ただ毎年セールをやってたんですけども、こちらも見ていただいてる視聴者さんの皆様、ちょっと激しく営業もさせていただいてたと思うんですけども、ずらっと僕も買ってます。はい、今日これね、全部で、ね、6万円ぐらいだったんですけど、本当に皆さん部員さんに同じ価格で僕も買ってますんで、僕みたいな下町のワインソムリエ、そんなにお金持ちじゃないので、この業界いる方、結構視聴者さんの中で皆さんね、ワイン業界働いてる方いらっしゃると思うんですけど、絶対皆さん好きでやってるんでね、ワインが好きだからやってるっていうこと多いと思うんですよね。なんか仕事を選ぶ上で給料だとかね、いろいろ条件、楽しいとかやりがいだとかいろいろあるんですけど、ほぼほぼやっぱね、ワインのインポーターとかね、僕らのこういう小売りとか飲食業界もそうですけど、食が好きだったりワインが好きだからねやってる方が非常に多いと思いますんで、この気持ちは少し分かっていただけるかなと思うんですけども、はい、前置きが長くなりました。ちょっとこんな感じで、ローランパタイユ、バロさん、全部ウルゴネなんですけどね、アンドレ・ボンノムさんと中津さんですね、サンロマン、これもだんだん飲み頃になったら紹介していきたいなというので、一旦ワインセラーに入れようかなと思ってるんですけど、個人的にですね、3日前ぐらいに通関切れたばっかなんですけど、ローランのアリゴテ、これがめっちゃ楽しみで、19年すっごい美味しかったんで、これはちょっと来週ぐらいにローランパテですね、開けたいなと思ってるんですけど、結構ですね、3月決算で4月以降新しい在庫って、特にブルゴーニュね、入ってくるのインポーターさん多々あると思うんですけど、むっちゃ上がってます。上がってるところは特にね、ちょっと残念だったんですけど、ローランめっちゃ上がってましたね。ちょっとびっくりしました。もしかしたらシルバーもね、同じぐらい上がるのかなっていう感じなんですけど、まあバローさんももちろん上がってるし、やっぱ2、3割上がってるのかなっていうのは否めないんですけども、正直ちょっとね、手軽には飲めない価格になってきてる感はあるんですけどね。まあここら辺はね、好きだから買ってるっていうのもあるんで、今日はですね、こんなブルゴーニュずらっと並べてるんですけど、ボルトを紹介します。こちらです。3本あります。はい、まずですね、もうね、この時点でね、再生止めてる人いっぱいいると思うんですけど、っていうぐらいね、ボルドーあんま好きじゃないから、特にナチュール好きの人がね、ボルドーなんかテロワール薄いよね、ボルドーの数付けって何なのとか、ナチュールのが私好きですよっていう方、すごい見てる方多いと思うんですけど、まあ、僕もね、もちろんナチュール大好きなんですよ。もうここら辺もね、全部ほぼほぼビオディラミだし、これもナチュールって言ってもいいかなと思うんですけど、クラシックっちゃクラシックなんですけど、この3本来月出くアイテムなんですけど、まずですね、一個一個簡単にですけど説明していきたいと思います。これ僕もですね、ボルドーすごいいっぱい仕事から飲ませてもらってる中で、この3本とも全部メドック地区です。左岸ですね。こっちが左からいきましょう。 AC マルゴーです。シャトーグランスッサンって2017年、これがね、ドクラシックなマルゴーの味わいだったので、真ん中がシャトーシュトラン、オーメドック、いわゆるクリュブルジュアって言って、ブルジュアクラスのボルドーの中でこのシトフジャクマークが結構有名なんですよ。で、格付けはないけど有名優良シャトーのブルジュアクラスはシュトランって出てくる。で、個人的に今日あえてテクニカルデータとかあんま見てないんですけど、シトランってね、僕の中ではビオボルドーって言ってるぐらいすごいね、ナチュール感があるんですよ。で、これ何ぞやって簡単に説明すると、ボルドーでも結構安いアイテムでも、酸素よりいわゆる酸化防止剤無添加ノンフィルターっていうのも出てるんですよ。まあこれがナチュール語る上ですごい必須な条件だと思うんですけど、おそらくね、シトランもね、はね、これ今日2012なんですけど、相当前からおそらくノンフィルターかどうかわかんないけど、かなり粗いフィルターでおそらくビオディナミ系のニュアンスは出してるんだと思いますね。っていうぐらい、あの美容感っていうのがすごいね、果実感っていうのがすごいパワフルに出てる感じなんですよ。なんでブルジュアクラスのオーメドックずらっと飲んだ中でも、なんかシトロはそういう自然派のニュアンスっていうのを感じる中で好
好きなシャトーなんですよね。左右はこちら、多分ねクラシックなワイン好きの方は絶対知ってると思うんですけど、シャトーベルナドットですね。でヴィンテージが16、はい、これもねめっちゃストーリーがあるんでいろいろ語りたいなっていうのはあるんですけど、ちょっと飲みながらねちょっと長くなる。まずですね、古酒からいってみましょうか。ではでは12年のシトランですね。あのいろいろ意見はあると思うんですけど、僕の中では美容自然派ボルドって言っていいぐらい元祖のね味わいで、セカンドでムーランドシトランとかもあるんですけど、セカンドでもこの美容感って出てるんですよ。で12年でちょっとねほんのり茶色がかった熟成の感も出てますけども、セパーズショット出してますね。裏にも書いてありますけども、カベルネ・ソビニオ 43、メルロ49、カベルネ・フランが8%、まあいわゆるクラシックなサガンのブレッドですね。もうね結構ね綺麗なココアが乗ったカベルネ感で、メルローもやっぱいい具合に入ってて、胡椒感とかカベルネ感っていうよりも綺麗なメルローのニュアンスで、ほんのり芳醇な甘い感じで、乳製品っぽい感じでミルクココアみたいな香りが出てます。スワリングするとちょっとカベルネの黒い果実感がほんのり胡椒感っていうのが出てきてますね。めっちゃ開いてます、めっちゃ綺麗です。やっぱ熟成10年迎えて苦味がすごい研ぎ澄まされてて、イガイガしたサンニングがなくて酸がすごい美しく出てる。こんだけやっぱ熟成する綺麗なボルドーワインって、特にこのブルジュアクラスになると、今アフターのカルモフィネスの果実感っていうのがすごい出てるし、トリュフ感とかね、めちゃくちゃ美味しいです。これおそらくなんだけど格付けワインと比較しても絶対間違えるんじゃないかなっていうぐらい、下町のワインソムリエは言いたいと思いますっていうぐらいめっちゃうまい、はい、そうです。結構カベルネ感もだん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 香りで出てきてますね。味わいの構成はやっぱブレンドしてるんで複雑にあるんだけど、果実感っていうのがすごい綺麗に出てるんで、まあこれがいわゆる自然派っていう感じでね、美容臭みたいなのも出てますんで、あの発酵由来の香りですね、はい、めちゃくちゃいいです。これはねこの価格で買えるんだったら超お買い得だと思います。めっちゃいいっす。続きましてベルナドット。ベルナドットも実はね僕結構ベルナドット好きで、って言ってもボルドー実はあんま好きじゃなくて飲まないんですけど、ベルナドットは好きなんですよ。ベルナドットシトランはね、このベルナドットって2級の格付けのですね、キションコンテスラランドが所有してるんですよ。で醸造技術ももちろんすごい資本も入ってるから、めちゃくちゃね畑の改良とかもお金かけてやってるようなところなんですけど、結構ねこれ16年ってすごいいいヴィンテージなんですよ。今年飲んだだけでも多分おそらく3ヴィンテージ違うんです。飲み比べると面白くて、フィラデスさんとかよく提案してやってくれてるんですけど、ヴィンテージ違いでめちゃ味変わるんですよっていうぐらい。ブルゴーニュとかはねもちろんあのヴィンテージで味変わるっていうのはすごいリアルにね、単一ブドウですし出てくると思うんですけど、ボルドーでここまでヴィンテージの雰囲気を、ヴィンテージのニュアンス、暑い年は濃く出る、雨が多い年はミネラルが多くなるみたいな、いわゆるそれブルゴーニュじゃんって表現なんだけど、これも出すんですよ。ボルドーのボルドーなりにこんな違うんだ、一番感じさせてくれる、まあこれちょっと個人的な今まで飲んだ感想っていうのも入ってると思うんですけど、それがすごい丁寧に綺麗に作ってるシャトーだなっていう印象があるベルナドットです。はい、でこれあえてなんでコルクを残してたかっていうと、このねやっぱねお金持ってるだけあって、もうねプラスチックコルクなんですよ。これプラスチックなんですよ全部。これコルクにもベルナドットって書いてますよね。そうブショネも絶対少なくなりますんで、これはね、はい、消しゴムみたいな感じなんですよね、はい、ではでは16年、めっちゃいいヴィンテージ、15、16ってめちゃくちゃいいヴィンテージなんで、ボルドーはほらねシトランの16と比べて熟成のニュアンスもあるけど濃いですよね。16年まだまだ8年熟成ですけど、スワリングしてゆっくりするとちょっと透明かかったニュアンスが出てきて、まだ結構どっしりタンニンのニュアンスっていうのは感じれますね。16年も比較的15と一緒で非常に長熟なヴィンテージって言われてますんで、非常にタンニンのニュアンスっていうのが香りだけですごいしっかり出てますね。綺麗です。ベルナドットってやっぱね好きですね。
ベルナだとめちゃくちゃ丁寧に綺麗にメルローとカベルネが出てて、プチベルドもちょっと入ってるんですけど、美味しいっすね、うん、っていう感じで、この2つのシャトーは大好きですね。なんか王道ワインで、このシトランとベルノロットは3本にあげていいぐらい、なんかシャトーマルゴとかより僕好きかもしれないです。まあもちろん価格とかもあるんですけどね。あとやっぱ僕個人的にはオーブリオンとかボルドーブラン、辛口でめちゃくちゃうまいのってたまに出てくるんで、そういうのは本当に大プッシュしたいな。唯一無二の味わいなんでね。いやーめっちゃ良かったっすね。でやっぱベルナドットの方が16年っぽいタンニンのやつっていうのもすごい出てるんだけど、8年目の熟成になってすごいタンニンが綺麗になって美しくなってます、うん、なんかドクラシックな正統派でこんな綺麗な味わいってめちゃくちゃうまいなと思って。ではではこれグランスッサンいきましょう。 AC マルゴーなんですよ。皆さんもあのワイン飲んでない人もマルゴーって聞いたことあると思うんですよね。シャトーマルゴーが一番有名だと思うんですけど、一級がシャトーマルゴーですけど、アペラシアンのマルゴーでもシャトーっていろいろあるんですよね。いわゆる格付けにないシャトーっていうのもマルゴーに認められてまして、その一つで、2017年、まだね熟成6年目で非常にまだまだ若い感じなんですけど、すごいね複雑にはないけどピュアな若いマルゴー感、いわゆるあのマルゴーってフェミニン、ボルドの中ではフェミニンって呼ばれるんですけど、タンニンもしっかりしてる中で酸も甘みも苦みも主張しすぎないぐらいに綺麗に現れるっていうのが特徴かなと。まだまだね若々しい色合いが、黒みがかった紫みたいなねニュアンスが出てます。もう香りだけでマルゴです。これ綺麗ですね。もちろんマルゴもカベルネ・ソーヴィニヨンの比率って結構高いと思うんですけど、シトランとかベルノドットもそうなんですけどに比べて、カベルネ・ソーヴィニヨンの足腰の部分っていうのがいわゆる植物っぽさ、ユーカリとか黒っぽいね草のニュアンスっていうのが出てきたりとか、ユーカリだったりとかちょっとハーブっぽいニュアンス出てくるんですけど、それがあんまり出てなくて、香りだけでもすごい綺麗なタンニン感っていうのが出てますね。飲んでみてても一緒ですね。カベルネ感っていうのが抑えめなりで出て、メルローとかカベルネの芳醇な赤ぶどう色の甘さ、糖度っていうのがすごい美しく乗ってくる感じ、主張しすぎない果実感っていうのがバランスよくスーって進む感じがマルゴーらしいなと。いわゆる主張しすぎないっていうのはフェミニンって呼ばれてる由来なのかなみたいなのはちょっとあると思うんですけど、めちゃくちゃ綺麗、ドクラシックなマルゴーです。わけわかんないと思うんですけど、マルゴー感って言われても、あのこれ3つ飲み比べてもらえれば、僕が今言った正統派のマルゴーだったりとか、あのシトランがビオっぽさだったりとかね、ビオボルドーって言ってましたけど、あとはベルナドット、これもね16年めっちゃいいと思いますね。こんなねピュアな、いろいろプチシャトーから飲んでますけど、このねセレクトはね声を大にして言いたいぐらい、ボルドー散々飲んできてたんで、仕事で好きじゃないけど飲んできた僕でも飲みたいボルドーワインです。ぜひともあのお値段もですね結構今回頑張って仕入れしたいと思いますんで、3月決算言いましたけど、4月はうちの会社の半期決算です。ぜひ皆様、これ別にセット販売とかじゃなくて単品でも売りますんで、よろしくお願いします。でちなみに並べたですねこのワイン、部員の皆様には散々ご案内したと思うんですけど、数本まだあります。特におすすめしたいのは、中津さんのサンロマンも近々案内していきたいなと思うんですけど、さすがにねもうセラパンパンなぐらい飲みきれないんで、来週はですねガンガン飲み会で撮影していきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。乾杯。お肉食べたくなりますね。フィネスもあって